どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはフォーリングスカイズ。消える床の上で対決し、誰が最後まで生き残るか競う対戦ゲームワールドとなっています。ワールドに入ると近くにプレイガイドがあります。例文なので翻訳必須です。奥の方には練習場があり、サンプルでアイテムが取れるようになっています。あらかじめ確認しておきましょう。準備ができたらプレイのところに入るとエントリー場に飛ぶので、端の方にある丸に入ります。全員が入ったのを確認してから正面に出るレディーアップを押すことでカウントダウンが始まりゲーム開始となります。ゲームが開始したら消える床から次から次へと飛び移り、できるだけ落ちないように努めましょう。ルールとしては単純で、消える床から落ちないように最後まで生き残っていたプレイヤーの勝利となります。フロアは全部で5段階あります。下の状況によっては一気に下まで落ちるので注意が必要です。またフロアにはランダムでアイテムが置かれており、これを使うことで有利に動くことができます。状況に応じて素早く動いて、相手を落としたりして最後まで生き残りましょう。という感じで消える床から飛び移って最後まで生き残れるかを競うクエスト対応ワールドです。非常にシンプルな内容ですが、アイテムの存在もあり、それによってとっさの駆け引きができたりと白熱します。プレイ人数は2から12人、1試合が非常に短いのでサクッとはちゃめちゃすることができるようになっています。もちろん観戦もできますので、みんなが動いているのを見て楽しむのもいいかも。てな感じで落とし合いをする対戦ワールド、皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。